やってるとね、もう一つ言っとかなくちゃってだんだん思いつくわ。これ、ダイワのさ、TW システム。これ今、クラッチを切ってない状態なので、ここから糸が出ていくよね。釣りをする状態の時ね、これ今。今回からダイワさんこれ、ドラグで音がするようになってる。これ助かるよね。ベイトリールの場合、本当にドラグ出てんのかどうかわかんない時あるけど。はい、カチカチ言います。さておき、キャストするときにさ、こいつが飛距離落ちないように、ほら、こう T の字になって。で、キャストするときにはこう幅広いから、さーっとラインがよく出ていくわけね。で、釣りをするときは、これ引っ込んで、はい。ここで左右に動いて、ラインがスプールにこう均一に巻かれていくわけね。ところが、こうやって今から糸巻きましょうって言ってね、糸巻く用意してやってるわけじゃ。これを、リールをさ、平行に持ったまま巻くと、これがね、平行ならいいんだけど、ちょっと上向きならいいんだけど、これを下向きで巻いちゃうと何が起きるかやってみるね。リールをこう下向きに持って巻いたら、偏っちゃうのよ、巻きが。これ。なぜかわかる？ちょっとこっち向きでやってみるね。ここほら。糸が動かないわけ、こう。こいつは左右に動くのに、糸がここが動いちゃうもんだから、巻きが偏るのよ。ね。だから必ず、こういうライン巻きなんか使ってやるときに、ここの T に、ちゃんと溝にかますような角度で手首の。これをやらないと平均に綺麗に巻けないからね。はい。戻します。よいしょ。はい、一旦スプールへ戻して。こうやって、ここしっかりこの細いところに糸を入れた状態でスプールに、少しこう上向き角度でね、あんまりやりすぎてこう当たるとよろしくないので、ちゃんとここの溝にはまればいいわけだから、これで少し圧をかけながら、このネジでさ、ドラグみたいなもんだからだんだん強くなる。で、100メーター巻こうとすると、最初の50メーターぐらいは、ちょっと手がしんどいけど、少し、テンションをね、強めにかけて、きっちり巻く。ドラグを締めて。5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30、1、2、3、4、5、6、7、8、9、40、1、2、3、4、5、6、7、8、9、50、1、2、3、4、5、7、8、9、10、60、1、3、4、5、6、7、8、9、70。下向き60センチ、7、6、42メーターぐらい巻いた状態。ほら。左右均一に綺麗に巻けたでしょ？ね。で、結構、圧かけてるので、下硬くしっかり巻けてるので、さっき言った、最初に言ってた滑りも少なくなるし。ね、トラブルも起きなくなる。まあ、100メートル巻くんだったらね、70回、80回ぐらい圧かけてしっかり巻いたら、あとはもう、ほんと結構しんどいので、緩めて、軽く巻けるようにして。うん。こんな感じ。はい、こんな感じで準備しましょう。